昔の話だよ。ライダンごはん。ライダンごはんの時間がやってきました。はい、今回は神奈川県横浜市、栄区ですかね、神奈川県横浜市にやってきました。ちょっと夕方ぐらいの時間なんですけども、評価がお店はラーメンの屋台ラーメンのお店で、ロイドご飯をご覧の皆さんは、もうね、知ってる方なんですが、実はもちろんいつもと違う場所で、これまでね伺ってきた場所とは違う場所で営業されているということで、ちょっとコメント欄からもねおすすめありましたし、実は以前店主さんからもこのねタヤという場所なんですが、タヤでやってるからねちょっと時間見て来てみてよって言われてたんです。もう屋台準備し始まってますね。ちょっと店主さんが見えないけど多分中にいると思います。行ってみましょう。ご無沙汰してます。あ、やってますよ。あ、こんばんは。すごいね。ご無沙汰してます。いや、バスで。お元気そうで。いやいや、胸さんでなんとか。こんな明るい時間から、でも来ないよ、もう半年ダメだから。お客さん着くまで。あ、そうですか。あれ、ここいつからでしたっけ。ここはね、今年の正月のちょっと20日頃からかな。なんかね、冬に1回お話されてましたもんね、お電話いただいて。いや、びっくりしたよ、今。いや、びっくりさせようと思って。いや、来たら、もう準備済んでると思って。結構早い、何時頃から来て準備してるんですか。ここはね、だいたい4時頃に出てきて、あ、3時間、そうだね、4時に出てくる。4時に出てきて。で、4時に出てきて、そうだね、ポテタンドルってなんかもたもたして、動きが鈍いから。鈍いから。なんか、ちょっと、最後の時元気なかったから、どうかなと思ってたから。なんか、後ろも景色、またいいじゃないですか。畑で。今日は意外と涼しいよ。涼しい。暑い比べると、秋田の前に比べると。本当ですか。やっぱり、ほら、土が多いからね。あー、そっか。ビルはあれがないから、あるにあってもこんなのあるんだけど、畑が多いからね。ねえ、周り畑、隣は農園、野菜売ってますもんね。全部この辺、あの人の矢島さんの土地だ。矢島農園さんでしたっけ。そう、ね、そう、目上げもね、体に力、腕に力入らないからさ。こんな感じで、これで上がってるから今はどうやら良くなったけど、でも、これやると水だけ、お湯は切れるんだけどね、帰ったらもう、バタンキューだ。ああ、もう、腰痛くなっちゃって。金土はね、大体動くんだけど、普段はそんなに動かないから。そうか、そうか。やっぱりね、そして74だからね。74歳ですもんね。でもあれでしょ、あれですよね、ここ雨の日はお店出してない、雨始めたらほら、ここ予報当たるじゃん。予報が当たるでしょ。それはぼちぼちやる、そのままでやる。あ、本当に。あ、じゃあ雨降ってても出てくるってことになるんですね。あんまりザラ降りパーセントが多かったら休むけど。ここはタヤにはカー、カー木どう。そう、カー木、関木道田屋にいて、3日間ね。で、アピタの前には前しょっちゅうずっと通して、しょっちゅうで1週間通して、日曜祭日は休み。日曜祭日以外のそうは変わらず、そう。ああ、じゃあもう本当あと腰のね、腰の問題ですね。そうか。でもやっぱりなんか来るためにはしょうがないよ。少々無理しなくても ね、かっこいいこと言ってられないよ。言ってられないですよね。本当言ってられない。やっぱ必死だよ。何の仕事も一緒じゃない。あれだよ、知ってる人が来てくる。知ってる人ね。で、知ってる人2、3人食べてるとさ、いっぱい入ってるの見るの。いや、でもね、ここ車止まるとこいっぱいあるから。そうそう、車も入れるからね。
だからこの辺で近辺で仕事を車でしてる人が帰りしに寄ってくれたらいいですね。そう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 。でもそれ結構新しいですか。もうそんな使って。これはもうそれでも15年ぐらい。使ってるよ。綺麗に使ってます。15年ですか。そうそうそう。あ、大丈夫、持ち上げ大丈夫ですか。この上がもうあの前についてたやつ。つけただけだから。こんな感じ。15年使って。うん。寸胴も同じような。同じような。でもその昔って言えば、昔ってほらまあお酒ももうちょっと緩かったじゃないですか、うん、昔の方が飲んでくる人とか多かったんじゃないですか。そう、お酒置いておいてね、ね、今お酒飲みながらとか、ね、昔はね、うん、なんか屋台ってそういうイメージがドラマとか映画見てると、うん、なんだワンカップだなんだ飲んで、うん、それが普通ね、普通でしたよね、多分、うん、今もう置けないですよ、置けない、今置かないことですか。うん、ちなみにこうなんか昔とかね、お酒出してる時代で、お客さん同士の喧嘩とかあったんですか。いや、今でも喧嘩あるよ、たまに。お酒なくてもあります。お酒なくてもさ、なんで飲んできてからこっち飲んできてる。ああ、そっかそっか、もう、うん、そっか、こっち来る前に飲んできちゃってるから。うん、そうそう。ああ、そっか、ここまで飲まなくてもね、うん、大変ですね。でもね、おまわりさんのパレード好きで、嫌だからやめてくれよ。まあそりゃそうだ。うん、それで左に止めると怪我するから。あ、まあそうだ、そりゃそうだ、うん、まあそ、まあまあまあって、どっちの方も持たないでね。うんうん、よりかどかの買い言葉だからしょうがない、やめた方がいいよ。え、なんで売り言葉の買い言葉でもってね。買い言葉だからね、うん、はいはい。まあその辺で、その辺でやめた方がいいよ。どっちも酔っ払ってるからね。そう、いや、みんなね、喧嘩するときは嫌な思いしてるの腹に収めてね、なんか甘いしてんだよ。そうね、だからね、まあまあまあって。で、後からさ、冷静になっちゃって飲んでんだけど、うん、気分がほぐれちゃって、うん、ああ、そうか、そうだなって。ああ、そうですか。うん、そう。喧嘩したら仲直りしたりとか。そうそうそう。ああ、そうなの。うん、ドラマがあるんだ。いや、俺ここのラーメン好きなのだから来てんだよ、なんて。ああ、二人がなったりとかして。そうそうそう。あ、それはそれでいいけど、ちょっとまあね、まあいいですけどね。そうそうそう。そうなんですね。向こう入ってったらさ。いや、やめた方がいいよ。喧嘩しちゃっても、痛い思いするだけつまんないじゃん。ねえ、うん、お互い結構いい年の人でしょ、多分。若い人じゃなくて。そうそうそう。でもほら、俺が年だからさ、まあまあって言ってもいいんだけど、まあまあ、俺は分かったら大変だよ。そうね。俺も巻き込まれちゃうわ。そうですよね。うん、なんだお前なんだよね。うん、そうそう、なんだこの若造って。若造って、そうそうそう。そうそう、そうだ、そうね、そうですね。でもね、そういうふうに言われても気にならないけどね。仕事だから。え、今もでしょ。前おじさん、前は俺もね、血の毛多かったからって言ってましたよ。そう、パーッと来るから。俺も喧嘩。うん、でもそのあれだな、なんか喧嘩してたお客さん同士が結局ここのラーメン好きだからって仲直りするのはなんかいいですね。うん、それはあるよ。そんな面白い。うん、そうなんだ。来てたら握手とか言って、はい、いや、またまたって。はい。いろいろ、それ全部アピチャーでしょ。そう、アピチャーね。あんまりこの明るい時間にその喧嘩なんないですね。ならないな。やっぱね、ちょっといっぱい飲んでとか疲れてとかそういう時にね、ですね。やっぱり疲れてくるとね。うん。で、普段我慢してるとさ、いや、わかります。なんかのきっかけでスッと出るから。だから、いい悪いは紙一重なの。なるほどね。うん。確かに。仕入れ事は言えないよ。だって誰だってさ、切羽詰まった状態になってカーッてきたらパッと言うから。そうだ。23年前の74ね。そう、74。あれ、お誕生日いつでしたっけ。誕生日4月。4月、うん、何日ですか。4月。何日ですか。4月のね、13日。あ、13か、うん、おお。いや、うちのリーダーも7月の生まれだから。あ、そう、うん、うん、7月まだいい男が多いんですよ。あ、そう。俺ができたでもここあれですよ、本当に。え、畑で、あそこで野菜売ってて、うん、あそこバス停なんです。あ、そうそうそう、めっちゃ近くて、ここ駐車場、車止められるんですよね。そうそうそう。ね、まだ半年だから、これから知られたらね、夏に向けてしときたらいいですね。うん、ここ夜9時までですもんね。あ、そう、9時まで、ね、
ペリーだったら8時40分までお客さん来ないから閉じて、でもその後アピタ行かれるんですか、ぼちぼち片付けて、ね、片付けてね、そうで、アピタで1時までですよね、だいたい10時40分頃になっちゃうね、うん、段取りしてね、ハードでもそりゃ腰も痛くなりますよね、やっぱりお客さんいないからね。お客さんいないから。1時頃だったらもうね。頻度はちょっと思うけど、普段はだま、うん、ね。でもちょっとね、飲みが解禁になったから、また飲みの人が終電で帰ってきてアピタ前とか通ったらいいですね。そう。でも知ってる人はたまに来る。3年ぶりとか。ああ、3年ぶりとか。そう。師匠帰りとか。前もね、お孫さん連れて来るとか言ってましたもんね、人がね。だって一番面白いのはボス。え？ボス族。ボス族？ご相続の人がね、子供好きで、あでもあっちはかっこ悪いから大丈夫、言わないで、ああ、おじさんしてるけどってことね、そう言わないで、あ言ったら悪いじゃん昔ね、やり始めの頃多かったって言ってましたもんね、あのあたりね、そうそう、だから褒めるんだよね、たまに、うん、あの旗立てて走るのは大変だねっていや走ってる人じゃないか、分かんないから、 あの風強いとき、よく走ったねって言ってたから、それは昔の話だよそうか、うん、たまにね、普通じゃないけど、うん、でもね、懐かしいんで来るんですね、うん、ああ、俺この辺でさ回ってか、交差点なんで、あそこの交差点、はいはい、アピタンとこの、そうそうそう、ぐるぐる、あーで、ぐるぐる回ってる、そうそうそう、あうるさいな、こんなやるなんて怒るのもいるし、あああ、でもさ、ちょっとひんやりしてきたからラーメンもらっていいですか、はい、お願いします、はい。